尾崎城は青森県平川市尾崎にあった日本の城。尾崎城は周辺の城郭同様集落のほぼ全体が城市である。戦国時代には大閤事情の市場として機能していた。平城ではあるが堅固であるため、林村の荒谷城と共に浅瀬岩城、波岡城など諸城と協力することによって本城、大閤事情を守るのに力を発揮する。 現在はほとんど宅地化しているが、堀や切り岸が比較的良好に残されている。城は本格と外角で構成されている。追記念は不明。略王2年、小崎合戦があり、蘇我貞光津の族館小崎館が攻撃されたことから、この時すでに小崎城はあったものと思われる。室町時代、戦国時代は、大浦元信の,の射程。 尾崎三サブロウザイを外する尾崎氏が寄っていた。尾崎氏は、初期は、浪岡北畑氏の配下だったが、後に、太閤寺城南部市の支配下となったという。林村の荒谷氏と同盟し、浅瀬市仙徳氏とも婚姻関係を結んで、日和見状態だったが、天正4年、前年の本城、太閤寺城落城につき、上主尾崎義蔵は、荒谷上主 荒谷や次郎と共に降伏、侵入した。降伏を、天正二年、天正十一年とする資料もある。降伏後も、尾崎城、周辺千八百国、領内五十個の丘陵と尾崎城を安堵された。慶長五年、関ヶ原の戦いの時には、吉曹以下、板垣進県、奈田,田現場、松野旧室の四章に、津軽ための部は、増援を求めた。しかし、 松野以外の省は、500人で、堀越城を武力占拠。しかし、三省は、金子三郎らに鎮圧され、板垣兵部将剣、尾崎義蔵は、堀越城内で撃たれ、ただ現場は、巨城三爪内館で爆死した。これにより、尾崎城は主を失い、一族など残党が、尾崎城に籠城したが、田中宗右衛門、奥村民村に鎮圧された。一族は、 最子13歳以上打ち首、その他12歳以下70歳以上は、両外追放され、森岡藩に逃れたという。ありがとうございます。